ゴンズイカは、ナマズ目に所属する魚類の分類群の一つ。ゴンズイ南ゴンズイなど、沿岸あるいは、淡水、寄水域で生活する、低生魚を中心に、重属40種が含まれる。ゴンズイカの魚類は、インド洋、および日本から、オーストラリアフィジーにかけての西部太平洋に分布する。ほとんどが淡水産種である、ナマズメの仲間のうち、 本家及び浜木ギ,ギ科の2カは例外的に多数の海水魚を含むグループとなっている。ゴンズイカ魚類の約半数がオーストラリアニューギニア島に分布する淡水魚である一方、残る種はインド太平洋の沿岸域に生息する。日本近海からは一族二種が知られている。淡水産のゴンズイ類は一度は 海水環境に適応した祖先が進化の過程で再び淡水域を利用するようになったものと考えられている。本科魚類は水底付近で生活する低生魚で口ひげを使って海底を探索し、主に甲殻類などの低生生物を捕食する。南ゴンズイなど一部の種は稚魚が濃密な群れを作る習性が知られている。海産のゴンズイ類は胸びれに独占と、 連続した強い棘を持ち、体色はよく目立つ、警戒色となっていることが多い。体型は細長く、いわゆる、うなぎ型である。体長数十センチメートル程度の種が多いが、最大種では、全長1.5メートルに達した例が知られている。口ひげは、通常4体で、ビブに1体、上あごに1体、下あごに2体を備える。肛門の後部に、 棒状の突起が存在し、塩類の排泄に関与していると見られている。エラ上骨は7から14本。尻びれの規定は長く、尾ひれと連続する。尾ひれの上部規定は背分にまで伸長し、かつては第二背びれと考えられていた。背びれ及び胸びれの棘は鋭く発達し、一部の種類では刺されると強い痛みを伴う。油びれを持たない。ズ以下には、 ネルソンの体系において従属40種が認められている。日本の沿岸で観察されるゴンズイはインド太平洋に広範囲に分布する種プラトスス、リニータスと同一と考えられていたが、本州、九州沿岸に生息するものは実際には別種であることが2000年代後半の研究によって明らかにされた。日本近海のみで見られる種がゴンズイとして新種記載され、 従来、ゴンズイとされていた、ピー・リニータスは、南ゴンズイへと、標準和名が変更されている。ゴンズイ・プラトスス・ジャポーニカスの稚魚によるゴンズイ玉。他の魚類やダイバーの体をつつくなど、相似魚としての行動が観察されている、南ゴンズイ・プラトスス・リニータス。ゴンズイと非常によく似るが、ハイブオヒレとシリヒレキシブの位置、エラ・ハ数などで区別される、ゴンズイ属の一種。 最大で全長1.5メートルに達する本家魚類中の最大種。インド太平洋地域の淡水、寄水域に生息し、食用として利用される国ダグラに続くの一種。オーストラリア沿岸の固有種。オスが卵を保護する習性がある。ありがとうございます。